レビ記第8章。主はまたモーセに言われた。あなたはアロンとその子たち、およびその衣服、注ぎ油、財祭のお牛、お羊2頭、種入れぬパン1かごを取り、また全会衆を会見の幕屋の入り口に集めなさい。モーセは主が命じられたようにした。そして会衆は会見の幕屋の入り口に集まった。そこでモーセは会衆に向かって言った。これは主があなた方にせよと命じられたことである。そしてモーセはアロンとその子たちを連れてきて、水で彼らを洗い清め、アロンに服を着させ、帯を締めさせ、衣をまとわせ、エポデをつけさせ、エポデの帯を締めさせ、それを持ってエポデを身に結いつけ、また胸当てをつけさせ、その胸当てにウリムとトンミムを入れ、その頭に帽子をかぶらせ、その帽子の前に金の板、すなわち聖なる冠をつけさせた。主がモーセに命じられた通りである。モーセはまた注ぎ油を取り、幕屋とそのうちのすべてのものに油を注いで、これを清別し、かつそれを七度祭壇に注ぎ、祭壇とその諸々の器、旋盤とその台に油を注いで、これを清別し、また注ぎ油をアロンの頭に注ぎ、彼に油を注いで、これを清別した。モーセはまたアロンの子たちを連れてきて、服を彼らに着させ、帯を彼らに締めさせ、頭巾を頭に巻かせた。主がモーセに命じられた通りである。彼はまた財祭のお牛を連れてこさせ、アロンとその子たちはその財祭のお牛の頭に手を置いた。モーセはこれをほふり、その血を取り、指を持ってその血を祭壇の四隅の角につけて、祭壇を清め、また残りの血を祭壇のもとに注いで、これを清別し、これがために贖いをした。モーセはまたその内臓の上のすべての脂肪、肝臓の小葉、二つの腎臓とその脂肪とを取り、これを祭壇の上で焼いた。ただしそのお牛の皮と肉とお物は宿営の外で火を持って焼き捨てた。主がモーセに命じられた通りである。彼はまた反祭のお羊を連れてこさせ、アロンとその子たちはそのお羊の頭に手を置いた。モーセはこれをほふって、その血を祭壇の周囲に注ぎかけた。そしてモーセはそのお羊を節々に切り分かち、その頭と切り分けたものと脂肪とを焼いた。またモーセは水でその内臓と足とを洗い、そのお羊をことごとく祭壇の上で焼いた。これは香ばしい香りのための燔祭であって、主に捧げる火祭りである。主がモーセに命じられた通りである。彼はまた他のお羊、すなわち人食のお羊を連れてこさせ、アロンとその子たちはそのお羊の頭に手を置いた。モーセはこれをほふり、その血を取って、アロンの右の耳たぶと右手の親指と右足の親指とにつけた。またモーセはアロンの子たちを連れてきて、その血を彼らの右の耳たぶと右手の親指と右足の親指とにつけた。そしてモーセはその残りの血を祭壇の周囲に注ぎかけた。彼はまたその脂肪、すなわち脂身、内臓の上のすべての脂肪、肝臓の小葉、二つの腎臓とその脂肪、並びにその右のももを取り、また主の前にある種入れぬパンの缶から種入れぬ菓子一つと、油を入れたパンの菓子一つと、せんべい一つとを取って、かの脂肪と右のももとの上に乗せ、これをすべてアロンの手とその子たちの手に渡し、主の前に揺り動かさせて要塞とした。そしてモーセはこれを彼らの手から取り、祭壇の上で燔祭と共に焼いた。これは香ばしい香りとする人食の供え物であって、主に捧げる火祭りである。
そしてモーセはその胸を取り、死の前にこれを揺り動かして要塞とした。これは人食のお羊のうちモーセに帰すべき分であった。主がモーセに命じられた通りである。モーセはまた注ぎ油と祭壇の上の血とを取り、これをアロンとその服、またその子たちとその服とに注いで、アロンとその服およびその子たちとその服とを性別した。モーセはまたアロンとその子たちに言った。会見の幕屋の入り口でその肉を煮なさい。そして飲食祭の籠の中のパンとともにそれをそのところで食べなさい。これはアロンとその子たちが食べなければならないと言え、と私が命じられた通りである。あなた方はその肉とパンとの残ったものを火で焼き捨てなければならない。あなた方はその飲食祭の終わる日まで7日の間、会見の幕屋の入り口から出てはならない。あなた方の飲食は7日を要するからである。今日行ったようにあなた方のために贖いをせよと主はお命じになった。あなた方は会見の幕屋の入り口に7日の間日夜とどまり、主の仰せを守って死ぬことのないようにしなければならない。私はそのように命じられたからである。アロンとその子たちは主がモーセによってお命じになったことをことごとく行った。